ごい、すごいよ。何でも金に変えられちゃうんだ。この首飾り最高だよ兄貴。まああんまり調子乗るとな、バチ当たるで。いやー、まあここまではまあ平和だな。まあ平和だ。ちょっとなんかこう、まあ平和だ。そうだ、俺があいつに神と妹の前殿は不器用ながらもお互いのことを家族として大切に思っておったようじゃな。それにしても物を黄金に変える首飾りとは何やら気になるの。ふむしむ、再び胎児の根を調べてみるのじゃ。神の過去の続きが見られるかもしれん。いやー、手をかざしますか。てかあれだよな、バイキングも寝床ぐらい用意してあげてもね。まあ、気まずいか。あ、これさっきの、ポット。おー、ポット、ポット。で、ポット。脳電気ポット。よしし、どうしたんだよ。なんで売りに行かんのかね、これ。黄金、ちょびっとだけ分けてあげようか。ね、金色にして売りに行けばいいのに。こいつでいいかな。うわ。これはちょっとひどいな。おい、マヤ。なんだ、これは。これは、ひどい。あれ？こんな小さいのじゃ嫌ってわけ？さすがは俺の兄貴。案外欲張り。ジリカ！いい加減にしろって言ってんだ。うるさいな。びっくりするだろ。そんな急に大声出さなくても。いや、生き物はダメなのよ、マヤちゃん。まあちょっと。まだね、若いから、いろいろわかんないかもしれないけど。お、気づいたか。反省しろ。反省しろ。ちょっとは。あ、そうだ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 。ちょっと調子に乗っただけじゃん。だから、その、そんな怖い顔やめろよ。でもどうにかしろよ。悪かった。ちゃんとダメだからな。俺もカットラだ。けどな。はいはい、わかったよ。首飾りの力はしばらく使わない。まあコントロールできるもんなんかな。まあ外せばできるんか。あれ。え、なんで。どうしたんだ。兄貴、どうしよう。首飾り外れなくなっちゃった。ああ、終わり、終わり。はあ、そんなバカな。嘘じゃないってば、本当に。くそ、なんだこれ。俺、何もしてないのに。マヤ、動くなよ。ひぃマジかよ、どうなってんだ。首飾りの力が暴走してるっていうのか。やだやだ、なんで俺の体が金に。マヤ、くそ、どうすりゃいい。怖っ、マジ怖いじゃん。兄貴、助けて。兄、お兄ちゃん。
これはね、気の利いたコメントはできませんけど、この場所でかつてあのような悲劇が、しかももう一度神のことが気になる。一度様子を見てみるのじゃ。あ、ごめんなさい。これはごめんなさい。先行こうとしとった。思い出したか。妹。お。マヤを失って。いいじゃない。俺は逃げるように旅に出た。いいじゃないって、あのそういうあれじゃないよ。全部俺のせいだったんだ。旅の途中調べていて分かった。あいつに送ったのは、誕生日の祝いどころか、呪われたアイテムだったんだ。自分の犯した過ちから逃げたくて、忘れたくて、あちこちでやけになった。気づけば一発の盗賊さ。そんな時だった。預言者と名乗る奴に言われたんだ。伝説の宝珠を集め、いずれ地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすれば、お前の食材も果たされるだろう、ってな。最初は信じちゃいなかった。うさんくせえのは、もうコリゴリだったしな。けれどその予言通り、俺はお前と、勇者と出会った。おお神よ、お主記憶が。すまねえ、じいさん。それにみんなも、ずいぶん迷惑かけたみたいだな。予言者の言う食材ってのが何かは知らねえ。だけど、お前たちと旅を続けるうち、その予言は信じられそうな気がしたんだ。お前も見たんだろ？この場所に。黄金になった俺の妹がいたはずなんだ。今この辺りには黄金を集めてるキラゴルドとかいう魔物がいるんだってな。おそらくそいつの仕業だろう。捕まってた時に魔物どもの話を聞いたんだが、ここから北に連中の居城があるらしい。乗り込んでマヤを取り戻してやれ。黄金像になったクレイモランの人たちも助けなきゃいけないし、行くっきゃないわね。でしょ？ありがとう。どうか、お、俺も一緒に戦わせてくれ。待ってましたカミュが再び、カミュが、カミュが、カミュが、再び、再び、仲間に加わったいやー、はい、スキルパネルが解放されましたと。じゃあまあ、そうだな、キラーゴルドを倒そう。セーブしたいんだけどな。これ確か、居城内にセーブする場所なかったはずだから、ちょっと戻るか。いやー、まあさ、まあ感想というか、なんというか、話させてもらいたいんだけど。普通にさ、まあ限りなく死別に近い状態じゃない？その黄金で固まってるの。生きてるかも、確証が得られない状態で、妹と別れちゃってさ。あまりにも、だってそれであんな気丈に振る舞うというか。ねえ、まあ別に偽りであった、なんていうの、主人公たちに会ってさ、俺にね。で、その時のカミュが、その、偽って演じていたカミュではないにしろさ、あんな感じで振る舞えるのは、まあ本物、本物って言うとあれだけど、すごい人間力だよなと思うよな。だってね、家族いなくなってさ、スキルパネルもやるか、ちょっと待ってな。これね。自分のさ、家族が、いなくなる、いきなりだよ、こう。いなくなっちゃって。ねえ、こんな、普通でいられるわけないのに。まださ、こう、
俺はそういう経験がないけど、そのペットとかも飼ってこなかったしさ、その記憶があるうちで親戚が死んだとかもあんまりないからさ、近い親戚がね。いやー、やっぱへこむんだろうなそのよくわからないですよ実際ね、どういう感情でどういうあれになるのかはね、今の俺はわかんないんだけど、それにしてもなんかこうカミュすごいんだろうなっていうのはこうどことなくわかるんです。いやー重いねー。たまにあるよなドラクエ、たまにぶっこんでこないめちゃくちゃこうちょい鬱展開みたいな。まださこうイレブンのこれはまあそんなマヤに関してはそんなめちゃくちゃ鬱ではないと思うんだけどね、これ以降のまあ有名なあのシーンは限りなく鬱でしょうし、あれね、そのまあ言うけどベロニカの剣ね、剣というかベロニカのところか、あれはもう鬱っていうとあれだけど、こうなんだしんどいじゃんしんどいじゃん、なんていうかしんどいじゃん、あのベロニカのところはねえ。たまにこうドラクエそういうのぶっ込んでくるのかな、まあ、そういうのも好きなんだけど、特にさ、まあ俺がまあ人生で初めてやったゲームと公言させてもらってるドラクエ9なんだけど、あれってまあ特にそういう展開が多くてさ、その主人公が旅する中でいろんな街巡ってくんだけど、まあねそういう展開が多くて、まあね9もねやれるならやろうかななんて思って、まあドラクエシリーズは全部やるつもりなんだけどね。だからこういやー辛いねーと思うよみんな。なあ相棒、すまねえシモ、迷惑をかけちまったみたいだな。改めて俺も一緒に戦わせてくれ。捕まっている時に魔物どもの話を聞いたが、キラゴルドって野郎はクレイモラン地方の北端にある黄金の城にいるらしい。黄金になった前はキラゴルドに狙われ連れてかれちまったに違いねえ。野郎を締め上げて必ず取り戻してやる。敵軍をキラゴルドがこれまで何度か軍王と名乗る魔物たちと戦ってきたが、いずれも強敵揃いだった。シモ、気を引き詰めていくぞ。神を捕らえていた黄金の兵士たちはその口ぶりから察するに、キラゴルドという魔物の配下のようじゃった。ひょっとすると黄金病についてもそのものが何か関わっているかもしれん。キラゴルドのことなら、シモよ、連中の居城に向かうとするぞ。よかった。神が元に戻って本当、まあまずはそうだな。でもまだあの魔物たちや黄金病の謎が解決したわけじゃない。シモ、戦いは、まだこっからよ。風穴の隠れ家のすぐ近くに黄金に輝く城の一部が見えたの。あ、見えたね、さっき。あれが奴らの本拠地かもしれないわ。神ちゃん、うわほー、ごめん、ちょっとびっくりして、セリフ飛ばしちゃった。待って。違う。シルビア。神ちゃんの記憶を戻ったし、これで100人力ね。さあ、神ちゃんと力を合わせて黄金を集めている魔物をやっつけ、黄金像になった人たちを助け出しましょう。そうだな。さあ、まあ、ということで、また次回かな。まあ、多分これでね、多分5パートぐらい取ったことにするので。はい、じゃあ、また次回。どっちにセーブする？こっちか。違う。ちょっとすごく、テンポが悪いです。さあ、はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。